舛添氏が出馬の意向を固めたことを受けて、自民党は舛添氏支援で最終調整に入りましたが、党内には根強い反対論も残っています。中継です。はい、石破幹事長と東京都連の幹部は昨夜会談し、都連は条件付きで舛添氏を支援する方針です。大臣当時活躍されたということはこれは事実だったんじゃないでしょうね。まそうしたものを含めて今、最終調整を行っているんだろう 党内の一部に舛添アレルギーを抱える。自民党は、支援の条件となる政策協定について、舛添氏側からの申し入れを待つ構えです。しかし、舛添氏は、自民党から話があれば考えると述べていて、入り口からお互いのメンツがぶつかり合っています。不先輩を避けたい。自民党は今日にも舛添氏支援に向け、党内合意を得たい考え。ですが、一筋縄とはいかなさそうです。 一方の民主党はいまだに独自候補を模索していますが支持率低迷などから困難な状況で増添氏への支援も検討しています無党派層の票をつかむため与野党ともに独自色を出せない状況にあえいでいます